テレトビズ。千代田区の語学学校アテネフランセで働くフランス人講師などが有給休暇の取得などの権利を求めて会見を開きました。自分が労働者であり、あの有給休暇を得られるはずだと確信して、特にあの有給休暇がない生活は結構困ってるんですよね。一回もあの自分の子供の運動会にも出たことないんです、ね、でそれがまあ有給休暇がついていけば収入をなくさずにあのそれでまあ出席できたはずなんですね。だからそれで一つの大事な時がちょっと奪われた気がしますね。今回会見したアテネフランセのフランス人講師は2021年に有給休暇を取った後に学校から補講をするように求められましたが、その補講に対する賃金が支払われませんでした。講師の申請を受け、中央労働基準監督署は賃金未払いで労働基準法違反に当たるとして学校側に対し是正勧告を出していました。労働組合によると、是正勧告を受けて学校側は講師とは雇用契約はなく業務委託だったとして、賃金ではなく解決金の名目で賃金相当額の支払いをする意思を伝えました。講師などは契約書は雇用契約であるとして、あくまで賃金としての支払いを求めています。学校側はテレビ東京の取材に対し、労働基準法上の労働者に当たるかどうかには疑義がある、学校としてはもともと業務委託の認識で労基署の指導内容には不服だと答えました。またフランス人講師は労基署への申告を行った講師へ学校からの嫌がらせもあったと訴えました。有給を欲しいと言った同僚は、有給をもらえませんでした。それで、彼は労働基準監督署に申告しました。そしたらアテネフランセの事務長は、同僚の子どもの保育園に電話しました。事務長は、この同僚には、新しい仕事をあげないとも言ったそうです。私は、すごいショックを受けました。だから怖くて、有給が欲しいと言えませんでした。これに対して学校側は詳細については承知していないと回答しています。講師らは今後訴訟も含め検討していく考えです。